だろう。イエス様にすべて委ねよう。また奴のせいでひどい目に。僕は何も悪くないのに。僕はどうすればいいのだろう。神の愛で全て許そう。6月5日エンジェルトークの時間です。皆さん元気ですか？元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくてもIes様がいれば大丈夫です。今日も一日疲れました。何もかもうまくいかなくて。僕はどうすればいいのだろう。Yes 様にすべて委ねよう。今日も一日疲れました。何もかもうまくいかなくて。僕はどうすればいいのだろう。イエス様にすべて委ねよう。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。大丈夫、あなたがいる。元気で解決できないことも、笑顔でなんとかならないことも、イエス様がいれば大丈夫です。だから信じよう。あなたがくれたその約束を乗り越えられない、死に与えられない。疲れた時に主に委ねられる。だから今日僕は叫ぶ、心から強く叫ぶ。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。また奴のせいでひどい目に。僕は何も悪くないのに。僕はどうすればいいのだろう。神の愛で全て許そう。また奴のせいでひどい目に。僕は何も悪くないのに。僕はどうすればいいのだろう。神の愛で全て許そう。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。この世のアドバイスは、もしやられたらやり返す。復讐で奴は学習すると、彼らは強く信じてる。だけど聖書は言う、敵を愛せ、全て許せ。右ビンチャー食らえば左も。 T シャツ取られたらパンツも。だから今日僕はささやく、小さくでも必死にささやく。やられても全て許す、これが神様の愛なのさ。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。元気がなくても大丈夫。イエス様がいれば大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。これめっちゃいい曲よね。やっと CD が出来上がりました。皆さん、元気がなくても大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。お待たせいたしました。元気がなくても大丈夫です。とっても沖縄いい天気です。イエス様がいれば大丈夫です。お相手は渡辺明人と栗山みどりと伊藤正則が、イエス様がいれば大丈夫です。
サメール君の CD やっとできましたね。はいみんなお待ちかねでしたよ。ちょっとこれもっとボリューム下げて流しとくね。どんなおめでとうございます。一生懸命頑張っていただいて、あすこちゃんのために頑張ってちゃうし、いやいや欲しい人いっぱい、もうオーダーがねブログでここにオーダーしてくださいとか言ったら結構いっぱい入ってきてますよね、うん、すごい。もうそう一昨日出してくれたら、うん、昨日だけで40から50ぐらい注文が来て ね、本当におかげさまです、ね、いやだってこれめっちゃいい曲やもん、ほんまに元気になる、ねほんまにイエス様いたら大丈夫なんやっていうことが、元気がなくてもいいんだっていうのがいいよね。そうそうそう、元気出せようじゃないんだよね。そうそう、元気がなくてもいいよっていうのがいいよ、ね、そうそうそう、イエス様いるからもう全て OK みたいな、ほんまこれ最高ということで、はい、はい、イトピョンお疲れ様です。はい、奥田初めて来ました。どうですかこの素敵な海。素敵な海、本当に素敵です ね、 ね、昨日は大変でしたけども、うん、飛行機降りると着陸態勢入りまして、うん、でまだ急上昇して着陸のし直しです。え、急に視界不良だって言われて、もう神様おられます。私を今日こちらに来る目的が何であったかって神様が知っておられます。イエス様が知っております。今日もうすでに今日も来る途中いろいろと買い物してそのお店で CD をまた持っていくわねって、この CD のことサメルさん CD を恩返しを持っていくということでプレゼントするよーって今また茶谷に後で戻ります。この方はね、隠れキリシタンだったんですね。ほんですごい恥ずかしがりな、なんかコミュ障ってか自分のことなかなかね、はい、おげんばっかりしてる人で、なんかもう人の国絶対自分でクリスチャンになることをもう職場でも親にも黙ってて誰にも明かしてなかったから、これで本当に僕は救われてるんだろうかってちょっとなんかちょっとなんか心配しはって、で岡山に来てくれた時に、大阪の人なんですけどね、岡山の礼拝に来てくれた時にそれもあかんでとか言って、で恐れの礼があるから恐れの礼追い出したろとか言って、ほんで、まあ、悪霊追い出して、その恐れの礼ってガーって追い出す祈りをして、出て行けとか言って、もう一回新たに洗礼受けようとか言って、でもう一回洗礼したんだよね、そこでね。ほんで本物のクリスチャンになるっていう宣言をしたんだよね、はい。そしたらもうその次の日からガラッと変わって、職場行ってなんかいきなりトラックとこたくさん購入してなんか配ったりとか、親にも自分がクリスチャンになることを言ったりとか、もう周りに連動し始めたんだよね。この変わりをすごいよね。ねえ、自分ではできへんことやんね。自分では絶対できないですよね。え、ほんま人がここまで変わるかなって。私もなんかもう何かくれキリシタンやってんのみたいな感じだったけど、もう今は私以上に全然私なんかできんことをもうトラクト配りまくって、もうみんなに、ね、今日もどこもどこもショップ行ってどこもお姉さんに連動したいの。そうですよ、ね、すごいよね。カメラ機能がねうまいこといかなくて、それでどこ撮れないのね、沖縄来てこの海撮れないから、いろいろと教えてもらって、神様が行きなさいって言われてな、はいはい、あドコモショップのこの人が、はい、この人に話してほしいっていう人を多分ぴったり合わせはったんちゃう、はいねえ、はい、なんか友達親戚かなんかにクリスタルを勧められてるとか言ってたんです。そうなんです、その人が、はいね、そうだと。そうなんです、読みたんかなんか、うん、その本の業界に行ってる方が親切にいて、その方から勧められてると。でちょうどその人のとこにトピョンが行って、そうそう担当にならはって、タイミングよく、ほんでこの CD もあげるわねって言って、素晴らしいサメル君の CD が出たからあげるわねって言って、はい、またこれから戻るんです、はい、すごいよね、はい、使えてますね神様にね。そうなんですね。親戚のねなんか法事とかに行ってもね、そうそう、なんかお土産セットに、お土産セットね、赤福餅法事の赤福餅にね、とみかんにリンゴに、トラクトと私のバイブルスパイスの本お寺のね、お坊さんの奥さんに、うん、どうぞこれをお読みください、石鹸、うん、あそうそう、石鹸の後でお読みしたんですね。これ聞こえてる、まあ、入ってない、入ってないよね、うん、いや、あすこちゃんの声は聞こえるよ、このちょっとこのスピーカーから聞こえてる、聞こえてるよ、あんま聞こえてない。このマイクがあんまりちゃんとついてないからちょっと心配になって、今はあの時
マイクの声は聞こえてます。皆さん聞こえてますか？ツイキャスから返事してください。ヤンコさん聞こえてますか？私はよう聞こえてますけど。聞こえてます？うん、私は何も聞こえないです。私もこういうやるから全然聞こえない。しかもマイクが全然ね、うん、マットちゃんの声もイドケルの声も入ってるよ、私には。だから流れてるはずよ。あ、オッケーオッケー、うん、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。そうで、神様ありがとう。だからね、電動しまく、電動セット持ってね、いろんなとこ電動しまくっててね、偉いよね、変えられた男やな。で、ゲームもね、やめられへんかってん、この人、うん、ずっとゲーム中毒やって、なんか課金のゲームあるでしょ、はいはいはい、あれでも月4万とか5万とか使ってあって、もうアホちゃうみたいな、私、もうイライラして、あんたほんまにそれともクリスチャンかいなとか言って、で依存の霊やとか言って、依存の霊とか、そのゲームの霊とか、中毒の霊をガーって、まあ、買い物ミニストリーでね、デリバランスで追い出したら、うん、ガラッと変わって、もうほとんどしてないんでしょ。そうですね。ねえ、はい、これもすごいよね。うん、やってない。全然ね、もう、そのゲーム友達 LINE をたまに見てるみたいで。そのゲーム友達に連動してんねんな。うん、まあ今はほとんど、もうあとは神様に任せたから、うん、一回、西成に、うんうん、来ていただいた、うん、大阪に来た時に、ね、大阪に来た時に、ね、西成に来ていただいた。ゲーム友達いきなり読んで、初対面で初対面で西成ついてたみたいな、はい、ホームレスのお茶の伝道の時にな。そう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 、まず来て、うん、ね、すごいよな。すごいですね。でもなんか一番最初ホームレスの西成行った時は、最初なんか、はい、ホームレスのおっちゃんかと思ったぐらい、はい、なんかそこに一緒に座ってなんか食べてたやんか、はい、いや本当はね、あの時にこれをするつもりで言ったんやけど、歌っちゃったんですよ。歌っちゃった？いや、よく賛美を。だから、本当はあの時にね、真実の祈りをするつもりで、ごまかしてね。そういうことね。そういうことだったね。なるほどね。でもそっからもうこれだけね、変わって、今もほっと行ける時は結構西成って伝道してくれてるんでしょ？あそこ行って、ね、手伝ってくれてんねんね。うん、椅子の片付けをしてるんです、ね、はい。素晴らしいよね、はい、ほんまに。聞こえてる？聞こえてる。あ、聞こえてる。あ、よかったです、よかったです。ハレルヤ。このヘッドホンも聞こえてないんですよ。ここ蓋してたから、反対でやって。いい感じ。あ、よかった。で、みのりちゃんもなんか、証仕込んでるとか言って。今日のみのりちゃんの朝のみのりめっちゃ良かったんやけど。そうなん？うん。ちょっと感動したんやけど。いや、なんかもうアスカちゃんがさ、昨日の夜にこのサムエルの CD の話してたやんか。うんうんうん、それでさ、で、うん、で突然会話の途中で突然お休みって言うからさ、この人さ、だから突然寝るんやねとか言って突然寝るんかいみたいな感じでそしたら、いや、なんかそれでね、お休みって素直に私も休んだらいいのに、うん、さ言うたから、うん、なんか言い返されたのが、明日の朝祈り多分やってね、そうでね、そうそうそう私日曜日だけとかってね、日曜日だけははいはい分かりました祈りますよとかってこの間約束してしまったからさ、うんうん、祈ることにね、うん、させていただいてますけど、うん、水曜日は、ね、休みやろうとか、休みってバレてるやん、休みやることと思ってでね、だけどなんか起きれんかもしれんし、うんとかね、うん、起きれるように祈ってねとかですけどね、うん、よく夜更かししたから、ね、そこ祈ったわ、そこ祈った、絶対明日の朝にりちゃん起こしてくださいそうだから1時ぐらいかな寝たのね、うん、5時半に目が覚めてさ、うん、はいはいはいとかって感じで、うん、すごいな、そしたらせっかく祈るなんて30分時間あるから、うん、ちょっとまあ原稿でも書きましょうかねみたいな感じで、うん、原稿書いて、原稿やったんか、めっちゃうまかったから、うん、なんでこんな一個一個外さんときちっと順を立てて祈れるんやろ、すごいなこの才能とか思ってて、全然よ全然よ、いつも忘れまくってあれとか、あれ祈ったらよかったみたいな後悔ね、あるから、うんうん、だからこう30分の時間はこれは仕込みなさいということかなと思って、なるほど、でそのね祈りながら売ったんですわ、うんうん、なるほど、ちょっとね感動したい私、うん、そうなん、うん、みんな感動したはった、みんなに聞かせたいと思ったの、だからもう一回ここであの祈りをしてほしい、うんうん、いやちょっとなんか差し障りのあるところは外しましたので、うん、いいよ、いいですかね、じゃあ、はい、天のお父様、イエス様、そして聖霊様、素晴らしい皆を心から褒めたたえます。神様、私が犯した罪を許してください。人を裁いた罪、愛のない言葉を投げかけた罪、陰口を言った罪、陰口に同調した罪、体現相互した罪、そして困っている兄弟に十分に手を開かなかった、あるいは開いた手を閉じようとした罪を許してください。嘘をついた罪、偽りを訂正しなかった罪、
人のことより自分のことを優先させた罪、これら覚えている罪と覚えていない罪、犯してしまって忘れている過去、現在、未来の私の犯した罪のために、その罪の代価を私に払わせることの代わりに自らが犠牲になって十字架にかかる前に鞭打たれ、手と足とを十字架に釘付けにされて、激痛と人々からの蔑みの言葉、そして苦しみに耐えて、そればかりではなく蔑む人たちのためにさえ憐れんで取りなし祈ってくださった私の神イエス様を悲しました罪をどうか許してください。そしてありがとうございます。神様、私たちの家族が犯した罪も許してください。まだ救われていない私たちの家族を憐れんでください。知らずに偶像を拝んでいる罪を、神様を神様と思わないで拝まない罪を許してください。本当の神様への信仰は努力や行いで得られるものではなく、ただあなたからの恵みのみによるものであることを告白します。どうか私たちの家族にも私たちに与えてくださったような恵みを与えください。彼らのために私たちが自分の時間を惜しまずに取りなし祈ることが、祈り続けることができますように助けてください。神様、私の行っている教会は私にとっては合わない教会だとずっと思っていました。牧師先生は25年前に沖縄の宣教のために送られてきた韓国人の先生で、必死で日本語を勉強して日本語でメッセージを毎週毎週頑張って伝えてくださいます。これが心に響かなかったことが長くありました。そのことを悔い改めます。あなたは確かに私をこの教会に植えてくださいました。あなたからのご計画だということを口では言いながらでも、心の中ではそれをそのまま受け取らなかった罪を許してください。本当に形だけのような礼拝を捧げてきたことを許してください。その後あなたはいろいろなことを通じて、私がこの教会を選んだのではなく、神様が私をこの教会に植えてくださったことを教えてくださいました。それをはっきり悟ることができたことをありがとうございます。神様、私は本当に植えられた教会のためにこれからもっともっと自分の時間を捧げ、思いを捧げ、祈りを捧げて、そのことをもっともっと自覚して、この教会に仕えていくこともできますように助けてください。神様、この教会の息子、牧師の息子であるサミュエルは、まず傷ついて沖縄に連れてこられた私の息子の心を開いて前に進ませてくれた恩人の一人です。教会の信徒の息子さんや甥っ子さんも、今にして思えばオールキャストで息子の友達になってくれて心を開いてくれました。そしてサムエルを通して神様は息子イエス様を信じる思いを与えてくださいました。そして今大学に元気に通って大学生活をしていることを感謝します。私が沖縄に来たのも自分の意思で自分の行動力で来たと思っていましたが、あなたのご計画にあったことを、それがなされてきたことをありがとうございます。サムエルが5年間書き溜めた5曲が収録された CD がやっと出来上がりました。16日間という期間しかありませんでした。サムエルが CD を作りたい、彼が兵役に行く前に、自分がこの5曲を作ったものを CD にしたい、クリオさんが前に言ってくださったようにということを言われてから行くまでの間16日間しかありませんでした。この時にまだボーカルのサムエルが何も決まっていませんでした。しかし本当に神様はすごい速さで、すごいこう采配で、若いクリスチャンエンジニア、そしてクリスチャンプレイヤーをあっという間に集めてくださいました。またこの制作のために出資する経済を与えてくださったことによりできました。このキリがいいという数字だけで、あまり考えずに1000枚という大きな枚数を決めて作りました。キム先生お金を出し合ったのですが、これ私たちがこの世でいるうちに売れたらいいねと話していたのですが、
アスカちゃんのブログに載せてくれた途端に昨日だけで40枚以上の50枚かなの予約が注文が来てびっくりしています。これあなたがこの CD の出来上がりを喜んでくださっていることだと分かります。神様ありがとうございます。この CD がクリスチャンだけではなく今暗闇をさまよっている、また滅びに向かっているとも知らずに歩んでいる多くの人の心に届き、神様への思いがまず与えられますように、この CD が用いられますように、そして制作費が満たされ、次は歴発ライブの道が開かれますように、そしてこれが日本だけではなく韓国、アメリカ、他の国でも展開することができますように、あなたが道を開いてくださいますから、ありがとうございます。サムエル&ヨミちゃん、モトシさん、平野先生、メグ、そしてマミヤさんがあなたが結成されたチームとして用いられたことを、用いられることを感謝します。今日今か今エンジェルトークを放送させてくださっていることありがとうございます。これを聞いているタクシーの運転手さんや一人で寂しく聞いている独居の方、ガソリンスタンドで働いている人、また何かに悩んでいる主婦の方、そしてかつての私のように泣きながら車を運転している人の心に届き、用いられて彼の魂の救い、彼らの魂の救い、人生の本当の意味、喜びを知る器として用いられますように、私たちを清めて整えてください。私たちの唇を清めてください。あなたが全てを与えてくださること、道を開いてくださること、愛してくださること、そして祈りを聞いてくださること、祈りに応えてくださること、私たちにこの祈りを祈る特権を与えてくださっていることを感謝します。今日一日を、これからをあなたの御手に全てお委ねします。感謝して尊い主イエスキリストの御名を通して主の御前にお捧げします。アメン、アメン、ハレルヤ、素晴らしいお祈り感謝します。ということで皆さん、ぜひこの恩返しというサメル君の CD、はい、ここでも発売する、ここで後で交渉してみましょうかね。そうですね、お貸してもらいましょう。あのとりあえずプレゼントを応募してみる、はい、そうだね1枚ぐらいとか、はいはい、いいですよ、うん、じゃあの、うん、お聞きになっている方へのプレゼントということで、はいはい、1枚ここに置いていきますので、先着順です。先着順、あ、3枚イトピオが買って3枚プレゼントしてくるんですって、ね、ハレルヤ、すごいです。太っ腹。じゃあみどりちゃんから1枚と、はい、イトピオから3枚、はい、4人の方にプレゼントしますので、ぜひ、こちらに、うん、あのメールとメールか電話でご応募ください、うん、メールはどこに書いてあったっけ、その辺の目の前にメールアドレスありますよね、うん、あでもインターネットで FM ギドワンって検索すれば出てきますから、はい、そこで、あのハムエクの CD くださいって応募してください。お願いします。ということで、明石あるのみのりちゃん。いや、証っていうか、そうね、あのいや、ついさっき私人と会ってきたんですけど、うんうん、このエンジェルトークの前に、うんうん、何年か2年前にある方を通じて知り合った、うん、あのエピックソニーに勤めてた、はいはいはい、方で、はい、すごいなんかこの、うん、すごい優秀な方なんですよ。慶応大学卒業だったかな、うん、で、なんか事情というか、まあ、理由があって沖縄に家族として来られてる、うんうん、で、まあ、ある方につないで、すごい私の尊敬する人につないでもらったんだけど、そのこの2年間ぐらいあんまりこうポツポツとしか一緒になんかちょっと県に提案して、それが採択されなかったっていうのもあったりとかして、うん、あの1年ぐらい前かな、うん、でだけども、ゲストに新幹線の切符を送らなくちゃいけないことがあって、うんうん、で沖縄であのこの新幹線の切符をちゃんとこう切符のスタイルで 手に入れることができるのって日本旅行さんだけなんですよね。でその人そこに勤めてたので、うんうん、まあ、その切符買いに行くのは普通にね買いに行ったんだけど、うんうん、まあ、せっかくだから顔を 見せてくださいとかって言って、うんうん、メールしたらちょうどあの帰ってこられて、うん、で顔を見て、この時に私何か言わなくちゃって思いが来たんだけど、その時忘れてて、うんうん、でまたね、なんか一緒にできたらいいですねって言って帰ったんだけど、うん、その後あの彼の方から、うん、今日はあ私が手ぶらで行ってすみませんみたいに送ったら、そしたら自分はねこういうレーベルを作ってて、うん、で CD とかを作ってて、うん、それでこんなサイトも作ってるんですよとかなんか見せてくれたんですよ。ですごいタイミングすごいんですけど、実は私、うん、まあ、クリスチャンでね、うん、でこれこういう事情で CD 先週できたばっかりなんですよって、うん、で
なんですよって、だからまあそれがすごいタイミングがあるんだけどもって、そのやり取りしてるうちに、あ、そうだそうだと思って、あすかちゃんにチラ見せサイト、視聴サイト視聴サイトを、あとかそんなのできないのかなとかって言われてて、それってちょっと分かんないけど、まあ、探してみるけどなんか時間かかるかなと思った、 1,2 ヶ月かかると思ったんだけど、うん、こんなのね、その、まあ、その西澤さんっていうのが できたりしますって言ったら、あ、これなんかまあ制作費まあ5,000円ぐらいもらったら半日でできますよって感じ。すごい。すごい。あ、じゃあちょっとでもその音源必要だから、あ、じゃあ音源届けに今日県庁にちょっと行ってきて、でもいろんな話して他のことも一緒にやろうねって盛り上がって、でこのなんかこの音楽1曲ずつを楽曲を買うようなこともまあ やろうと思ったらできる。今そういう時代じゃなくて、なんかスポーティファイだったっけ、うんうん、とかそういうので、あのもう、そこに結局1700円がなんか払ってたら、うん、そこでこう自動的に聞かれた数に課金してお金入るっていうようなシステム、そのすんごい詳しくて、いろいろ聞いても全然覚えきれないぐらい、いろいろ今の新しい時流のことをね教えてもらったんだけど、まあ、でもすごいこうライブにたくさん来るアーティストさんがどっかのサイトで、そのスポーティファイかな、なんか違うわ、チューンコアかなっていうところで、あの、その中の1曲だけ試しに入れたら年間700円しかならなかったみたいな、そういう話とかも聞いて、あ、じゃあなかなか難しいんだねっていうあの話もしたんだけども、でも iTunes で普通に売ってもらうこともできるよね。できるできる、それは今中間の古さのやつなんだって、新しいのそのやり方みたいな、だから3つの方法があるんだなっていうことを教えてもらって、なんでまあ、まずは視聴サイトを作って、だからもう動画の写真とかね、このあれを送りますって約束したとこなんですよね。だってね、マジでこの音楽、違うわ、アーティスタイムとか歴史のが、歴史のやつ、めっちゃいくない、これ私ね、その曲いい、そう泣けるよね、聴いてて、この曲じゃ今流れてる、あ、違う、今度こそ、そうそう、これですよね、作ってこうよ憎み合う歴史じゃない、助け合いの歴史を、すごいたまたまかかってた、この曲めっちゃいい、うん、ほんま泣ける。これだからサムエルは、まあ、韓国人教師、あ、牧師、宣教師夫妻の子供として、日本で生まれて、で沖縄で育って、やっぱり両方の両国の関係をずっと見つめてきたんですよね、その政治も大好きなんですよこの人ね、あの政権のこととかそんなこともいっぱい自分の 意見を持ってる人なんだけれども、その彼から見たやっぱり、まあ、すごい平たい話が仲良くしようよっていう曲ではあるんだけれども、それを本当に体現するためにこの子なんかのフリーハグって知ってます？チャタンとか、あの国際通りで、私は韓国人でクリスチャンで、だけどこの、あの仲良くしたいので、目をこの目隠ししてね、ハグしましょうっていうのを3回ぐらいやったのかな、その勇気ある行動ですよね、自分の姿は晒して、自分から人の姿は見なくてハグしましょうって、それでなんかいろいろねちょっとまあ、あの話題にもなったりしたんだけども、そのことをその時のために作った曲がこれだそうですよ。そうか、だから、自分の本当の国籍のある国と育った国とか喧嘩してたら嫌やんな、嫌やしね、でこれはやっぱ自分には何を与え、あの課せられてるんだろうとかやっぱりね考えると思うね、ずっと今も考えてると思いますね。そっか、彼にしか書けへん曲っていうのがあるのかもしれんよね。そうね、めっちゃ感動するから、もうぜひ皆さん聞いてください、買ってください、1000円に値する、もうほんま値する、はい、これ、ね、ミスプリントで、あのジャケットに2000円って印字されてるんですよ。そうなん、でも実は1000円ですみたいな、これミスプリントなんですよ、だけどね、でもほら本当は2000円やけど1000円にしといてあげるわみたいな売り方でもね、印字されますからね。あのクリスチャンの方はね、これね福音になってるからね、これ渡すだけで、トラクト配るみたいなもんよね、なんか、そうね、これと、もう聖書あったら完璧みたいな感じ、ぜひ皆さん、用いてください、福音伝道に用いられると思います。なんかね、さっきみどりちゃんが祈りの中で、祈れば絶対聞いてくださるみたいに言ってたじゃない、その祈ったら絶対聞いてくださる神様が、ほんまにこの近い、最近すごい近いなと思って、ほんでいろんなことを教えてくださるんだよね、この聖霊様と共に生きるっていうのは、神と共に歩む、歩みなさいってこの書いてあるんだけどね、朝の蒼天とかで今御箇所、聖書の旧約聖書の御箇所をやってるんだけど、あの
私は何をもって主の前に進み行き、御箇所6章の6節だけど、糸高き方の前にひれ伏そうか、全焼の生贄一切の交渉をもって御前に進み行くべきだろうか、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれることだろうか、幾万の油を喜ばれることだろうか、私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか、私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。でも主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないかって書かれてるんですよね。だから神様が本当に一番喜ばれることは、私たちの捧げ物もそうなんだけど、それよりも私たちのこの砕かれた心を持って神様の前に出て神様と一緒に歩むっていうことをとっても喜ばれる、あなたと神と共に歩むことではないか。でね、この神と共に歩むっていうのは、この本当に文字通り神様に何でも聞いていく、いつも神様が私の中にいてくださるっていう、この天地万物を創造した神が私の中にいてくださるっていう聖霊様がね、こう入ってきてくださる、求めたらね、そのことがどんだけすごいかって神様がね教えてくださるんですよ、いろんなことを。でこの前のちょっとアメリカの証の続きなんだけど、ワシントン DC でバジニアから帰ってきて、でミカちゃんのお家に戻ろうとした時に、ミカちゃんがフラッとちょっとペンタゴンモールに寄っていくよねって言って、でペンタゴンモールに寄ろうとしたわけ、でそしたらそこに本当はミカちゃんの寄ろうとした時に迷ってしまって、アスカちゃんごめん道迷った、どこから入るのか分からへん、ぐるぐる回ってとか言って、から私が聖霊様どっから入るのか教えてくださいって言ったら、あ次の信号左って言わはったんね、って聞こえたわけ、次の信号左らしいよとか言って、えっつって左にミカちゃんが曲がった瞬間入り口があったわけよ、すごーとか言ってそこ入ったわけ。そしたらもう右にノードストロームっていうデパート、アメリカのデパートがあって、でここに止めた方がいいんじゃないかなって思いが来たわけよね、だけどミカちゃんずっとまっすぐまっすぐ行ってしまって、向こうの方まで行ってしまったわけ。でも日曜日の午後やったから、もうモールなんか全部すごいペンダゴンのとこやから、もういっぱいで空いてないわけよ、どっこも一個も。神様駐車場くださいって言ったら、聖霊様が U ターンしてって言わはった。だからミカちゃんここ U ターンらしいよとか言ったら、えっつって U ターンしてまたさっきのノードストロームのところに戻ったわけよね、そしたら目の前にノードストローム入り口の目の前にポンって1個空いてたわけ、すごくない、こんなベストポジションがあるよとか言って、でそこに止めて、で中に入ったのよ、そしたらミカちゃんが会いたがってた、カリフォルニアからミカちゃんに会いに来てた家族がね、もう今回はバージニア行ってしまったから会えないなって言って諦めてたんだけど、今実は来てはんねんって言ってた、その家族がそこのノートストロームに移転それもすごくないとか思って、みたいな、びっくりしてて、もう会えないと思ってたのにそこにいて、なんか電話かかってきて、ミカ今ペンタゴンモールのノートストロームにいるんだけど、うちらも今そこにいるけどみたいな、ほんですぐに会えて、そしたら今度はミカちゃんのご主人と子供たちもそこにその後来はって、そこでまた合流して、何にも言ってないのに、ご主人と子供たち、うちら 3,4 日間ぐらいバージニアに行ってて、帰ってきて、そこのモールの中にご主人と子供たちがいて、なで子供こっちに、ね、家族もいて、お客さんもいて、すごくないこの組み合わせみたいな、神様がそこに導くんよね、私の中ではもう日曜日の午後やし、もう家に早く帰ってもうおとなしくしてよみたいな、ショッピングとかいかんいかんとか思ったんやけど、美香ちゃんが行くっていうから、まあしゃあないなと思って、分かったと思ってたら、美香ちゃんが導かれてたんよね、すごいなと思って、この教えてくれ、ほんでね、帰る時にね、ご主人と、じゃあ車別々のとこ止めてるからまたね、お家で会おうねとか言ったら、ご主人が大丈夫大丈夫こっちだよとかって教えるわけ、まさかとか思ったら、結局美香ちゃんがうちらが止めた車のすぐ横にご主人が止めてはって、だからご主人は分かったわけよ、変な車が横に止まってっていう、だからそれもすごい、すっごいたくさんの駐車場が置ける中の、全く隣に夫婦の車が止まってね、神様どんだけおもろいのみたいななんかめっちゃおもろくて、ほんでそんなんがあって、この前も、そこうちアラハビーチ沿いの、アラハ通り沿いに住んでるから、ちょっとガソリン入れに行こうと思って、土曜日に、
行ったらもう土曜日の午後ってめっちゃ混んでて、うん、動かんぐらい渋滞してたわけ車が、うん、でこれガソリン行くのに何分かかる30分かかるんちゃうとか思って、うん、神様って言ったらあの信号来た時にここ右って言わはって、うん、え右ここまっすぐ行ったらあるのにみたいな、うん、右とか言わはってであはいちょっと右に曲がってで左って言って左に曲がったらまっすぐ一直線でガソリンスタンドまで行けて、うん、そういえばこの道通ったことなかったみたいな、うん、めっちゃ近い道やのに知らんくって、うん、帰りは通ったことあったと思うねガソリン行ってすぐに帰りは、うん、でも行きは通ったことなくて、うん、なるほどこっから行ったら渋滞回避できるんやみたいな、うん、すごいそういう知恵をくださったというか、うん、声が聞こえるのがすごいねでもねなんかこう、うんうん、思いの中に語ってくれはるからね、うん、だからこの神様と共に歩むっていうことを選ぶならば、うん、神様が教えてくださるってことなわけよ、うん、だから神様今日私はあなたと共に歩みたいですって私の人生を導いてください神様が教えてくださいって言うならば、うん神様がね教えてくれはるわけよで昨日のさっきのみどりちゃんなれば、うん、1時半とか寝てるから朝普通は起きられへんかもしれんけど、うん、私絶対速攻でみどりちゃん明日の朝起こしてください神様6時前に起こしてくださいって祈ったから5時40分に起こされましたやろ、うん、だからそういうことやね、うん、目覚ましもかけんと寝たいでしょこのまま 寝坊してくれた方がええなみたいな感じやろそうそうそうそれも神様のせいにできるからみたいなもう寝かさん寝かさんちゃんと起こすよだからこの祈りが聞かれるってすごいこと、うん、で3日前、うん、一昨日かな、うん、朝すっごい雨風激しくなかった沖縄は、うん、すごかった昨日もすごかった夕方ね昨日夕方、うんうん、一昨日の朝がもう伊美先生と今かゆちゃんが、うん、あの来てはって大阪から、うんうん、でその泊まってはってうちにで送り出した後にものすごい雨風になって、うん、これ台風ちゃうのいうぐらいのあったよね、うん、だからいや今日私洗濯物をするって言ってた預かってたから、うんうん、これ考えたら困るんやけどとか思って、うん、もうさすがに落ち込んでここまで来たら今日暗いし家なんか真っ暗いねんか、うんうん、こんなんさすがにこれ一日雨なんちゃうとか思ってでもちょっと落ち込んで神様どうすんの洗濯物とかって言ったら聖霊様があんたに権威与えてるやんってなんか続いてくるわけよこっちから権威与えてるやんなんで使わんのなんで使わんのいやこの雨でこの権威使えんのぐらい私はなんかだってすごかったやんむっちゃ横殴りに降っててベランダとかもなんかブワーって水で濡れて、うんうんうん、うちベランダに絨毯引いてあんねんけど、うん、絨毯までなんかべちょべちょ濡れてて、うん、もう外出んのも億劫なもう出たら水が入ってくるみたいな、うん、いやこれ無理なんちゃうとか思ったけど権威与えてるよとか言うから分かったって窓のとこが言ってイエスキリストの皆によってこの雨をやめとか言ってこの雨風を降らしている悪霊たちをこの竜の頭を第三の天から打ち砕くとか言ってお前たち天から落ちようって言ってほんでそうガシャンって、うん、そしたらピタッてその後止んで、うん、あれ止んでくれたわとか思ってたら、うん、でもう洗濯物したいから晴れよって、うん、太陽顔出せ、うん、もうブルースカイ出てこいとかって祈りまくったら、うん、その後ここ綺麗に晴れたでしょ、うん、晴れたびっくりでめっちゃ暑いやんみたいなほんで、ま、夏日になったわけよ、うん、でその時間に、うん、かあの内地から到着した家族がいて、うんうん、沖縄今日雨降ってたなんて信じられませんねみたいなこんな快晴やったわけよねだからもうほんまこの雨風がこんな快晴に変わるんかとか思ってで結局洗濯物も全部きれいに乾いて、うんうん、なんかね神様ほんますごいこのイエスキリストの皆の権威がすごいし、うん、この第3の天から第2の天にいて、うん、第3の天というのは神様がおられる御座ね、うん、で第2の天っていうのは、うん、悪霊たちが住んでるこの空ね、うん、飛行機が飛ぶところねクリスチャンの人分かりますかこの話ねそう、はい、で天は 1,2,3 とあるそうですそうなんです、うん、ほんで第3の天に私たちはもうすでに座らせてもらってるっていうのがね、うんうん、あのイエス同じ神の御座に座らせてもらってるっていうのがエペソに書いてあるわけよ聖書に書いてある。そう、聖書に書いてある。うん、私たちはすでにあの死んだものとして神の中に隠されていますってのはコロサイの3の2か中に書かされて、うんうんうん、でエペソにもうちらにはすでにもう神様と共に天のところに座ってるって書かれてるわけよ、うん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 。だからね、私たちはこれを使うわけ。ってことは神様のもとに今いるんだからもう霊はあがなってるわけだから天にいるこのところからなぜならばあの霊の世界現実の世界は時間とか距離とかあるやん、うんうん、でも霊の世界は時間の外にあって距離も関係ないわけよ、うん、だからこっからホーリーファイアって言ったら内地まで東京まで届くわけよね、うんうん、ほんで時間も枠を超えたところにあるからだからうちら今現地の世界ではこの地上にいるけど、うん、私たちの霊はもう救われてイエスキリストを告白して救われた人は贖われてるから天にあるわけよね、うん、天その
この時間差を使うことができるわけよ、うんうん、だから天のところからもう座らせてもらってるって書いてあるから、うん、この御言葉を握って第3の天から第2の天だから悪霊がいるところも高いところにいるわけよ、うちらは、うん、そっから打ち砕くってやったらね、うん、蛇ってね吉田さんも言ってたけどあの頭を打ち砕かんとしなへんのよ、うん、ニョロニョロしてるでしょ、体とかやっても全然無理なわけよ、だから頭を打ち砕かんと蛇は打撃を受けない、うんうん、だからニョロニョロしてすぐ逃げるわけよね、うん、だから第3の点からお前たちの頭を打ち砕くってやって炎火の矢を突き刺すってやったらそれが命中するわけ、うん、イメージしながらやるわけよ、うん、そしたら命中するわけよ、そうするとね本当にね落っこちるわけ、本当に落っこちるわけ、ほんであのイエスの皆によって晴れよって言ったら晴れるわけよ、ぜひこれ皆さんね今日から使ってみてください、すごいよこのイエスの皆の権威、どうしてもね明日遠足やから晴れになってほしいとかあるでしょ、運動会だから晴れになってほしいとか、ね、バーベキューするから晴れになってほしいとか、うちの息子はねいつも自分がバーベキューするときとかね私にねママ明日バーベキューするから祈って天気になるようにって電話してくるんだけどねそのようにあの私の信仰を散々バカにしてるくせにママの信仰ぶっ飛びすぎてておかしいとかねいやわけわからんとか言ってるくせにね自分が必要なことに関してママ祈ってってくるわけよ、それは私の祈りが控えてることを知ってるからやんね、認めざるを得ないっていうかね、だからアスカちゃんのねほらなんかもうお天気の祈りって絶対聞かれるやんか、自分も権威もらってるはずやけどついつい頼ってしまってさ、アスカちゃん明日からなんかトリップ行くやんってちゃんと祈ってから行ってよとかちゃんとこう自分が行くところだけで晴れにするのやめてよとかそうよ、ほんまこの前アメリカどっか行くときにアスカちゃんがおらんから沖縄すごいめっちゃ激しい、どうしてくれるんやけど、そうで祈ってとかって言うから私も祈るわって言って祈ったけど、いやちょっと待ってみのるちゃんその権威もらってるやんみたいな、なんで私に頼むのみたいな、自分でやってくれみたいな第三の点でおるというね、そうそのイメージですね、なんでこの私が天気に関して絶対的な自信を持ってるかっていうと、あの私が一番最初救われて、ほんでね高校生の時に私が救われて、うん、で教会がなかったわけよ、うん、でその教会を作りたい、教会をお兄ちゃん探してるんだけどどっかないかなとか言ったらなかったわけ、長野の山奥やったから、うん、でアスカちゃん伝道しなさいと、で10人救われたら教会作ってやるとかって言われて、うん、おっしゃってか先生を派遣してあげるとか言われて、うん、OK じゃあ10人伝道したらいいねんねって言って、うん、で友達2人、親友の2人はすぐ救われたわけ、うん、もうむっちゃ伝道して、うん、で残りあと7人かとか思って、うん、卓球部やったんやけど、うん、卓球部の残りあの10何人がいて、うん、で、ね、一緒にあのあ神様の話をするんやけど、うん、ふーんふーんみたいな感じで、うん、ほんでお兄ちゃんにそれ言ったら、うん、じゃあ伝道集会を開いてあげるから、うん、こっちから京都とかからね、うん、仲間で連れてきてやってあげるから、うん、賛美とかコンサートしてあげるから、うん、そこに人を集めてって言ったから、うん、あ、OK、それやったらいいわと思って、うん、でその日が来ました、うん、でみんなに今日ね伝道集会のコンサートあるからね一緒に行こうとか言って、みんななんで行かなあかんのとか言って行こうとしてくれないわけよ、ちょっとやばいなこれとか思って、うん、でどうしようどうしよう神様とか言ったら、その時めっちゃ雨降ってて激しい雨で、うん、で誰か友達の一人が、うん、ほんなアスカがその言う神様に今祈って、うん、この雨が止んだら練習終わる時までに綺麗ないい天気になったら行ってあげるわとかって、うん、言ったわけ、強制的にそう言ってたわけ誰かが、うん、だからそれええなとかってみんなが、うん、ほんま言ったなって分かった、ほんな私がこの雨祈って止ませることができたら、あんたらみんな来るってことやねとか言ったら、うん、いいよとかってみんな言うわけよね、うん、全員口揃えて、うん、よっしゃとか思って、うん、ほんで慌てて部室に飛び込んで、神様どうか練習が終わるまでこの激しい雨を止ましていい天気にしてくださいって、うん、もう真剣になったわけよ、うん、17歳高校生がさ、うん、うわ神様お願いもう出ないと私どうしたらいいか分からへんよ、神様お願いこの人たちを救うためによろしくねとかって祈ったわけ、うん、わけわけで祈るしたわけよ、うんうんうん、ほんで卓球の練習が終わって、うん、終わった時にピタッと目が止んで、うん、バーン太陽出てきて晴れたわけ、ほんでみんながびっくりしてええー、みたいな、言ったよね言ったよね言ったよねとかしょうがないからみんな来はったわけよ、でそこで10名救われたわけ、わー17歳、ほんで約束の牧師が岡山から派遣されてきて、うんうん、でうちら家を借りて古い家をね、うんうん、月3万ぐらいの家をみんなで借りて、うん、掃除して一生懸命きれいに高校生で、うん、でそこ教会になって、すごいね、そだからその時から僕がね、だから一番最初が開拓やってん、私、うん、自分が開拓した教会が自分の教会やってん、うん、だから私今チャーチプランティング、うんうん、教会開拓の道を歩まされてるんやなってことがこの前分かった、うんうん、すごいよね、その教会今もあるの、今もある、もう大きくなって松本に引っ越して、おねえ、その今
今までの数々の秀をお詫びいたします。いやいやいや、なんでやねん。いやだからこの天気がもう聞かれるっていうのは私一番最初の祈りがそれやったから、うんうん、だから天気になるっていうのは私の中でも革新的にあるね、うん、なるほどね、うん、そうそうそう、みんなによく、まあ、今日もいい天気になりますようにとか祈ってると、うん、天気の言葉に祈るんですかとか言って何回か言われるんだけど、うんうんうん、だって私はもう晴れが好きやねんって雨嫌いやねんとかって言うと、うんうん、そんなん祈れるんで祈っていいんですねとかって言うから、うん、全然いいんちゃう。もう神様一瞬一瞬のうちらの行動全部してはるし、うん、うちらの心の思いも小さな願いも叶えてくださるから、うん、そんな何でも祈ったもん勝ちよ、祈るな損よとか言ったら、うん、そうなんですねとか言って、うん、祈らな損ほんまやね、うん、祈ったもん勝ち、そうよね、うん、確かに ね、 ね、なんかこう、ね、いろんな信仰のね、うん、あの方がいらっしゃる、いろんな信仰でもイエス・キリストを信仰してる人だけども、うん、全てを感謝して受け取りなさいみたいな、うん、このことも益にしてくださるからありがとうございます、うん、みたいなお祈りをよくするじゃないですか、うん、私もそうやって教えられたりして、うん、だからこれもこの苦難も困難も、うん、喜んで耐え忍びますみたいなのがあるじゃないですか、うん、聖書ね、うん、そういうもんやと思ってたんだけども、このね、うん、お天気なんてその神様の紫三寸やし、そんなうちらがこうね、うんぬんできるもんではないっていう信仰だったんですよね、うん、みんなそう思ってる人が多いよね、うんうんうん、でもそうよね、イトピオもそうよね、そう、そうだったよね、ブログに雨がねって返したでしょ、うんうん、だから多分そのせいで、うん、昨日来る時着陸を視界不良になったかもわからない、不信感なコメント残してから、そう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 、すぐにすぐに祈ったら、うん、もうすぐ着陸できた、そうそう、そうやろ、すぐ祈りました、うん、そうよ、祈らんかったらね、戻されとったかもしれないですね、そうなんです、ほんまよ、大事に、うん、だから本来今回来る目的があったから、うん、敵があそこで、うん、止めようとした、そうよ、はい、敵はね止めたいのだから、うちらも、うん、台湾に行った帰りに、前の教会の東京行った時に、うん、その教会のバーって仲間で20人ぐらいで、うん、台湾 の、 ハイディ・ベイカーとかが来るイベント、うん、カンファレンスに行ったんだけど、うん、大きな、でそれ帰ってくる時にめっちゃ飛行機が荒れてて、うん、で何人かの何個かの飛行機に分かれてみんな乗ったんやけど、うん、全滅で全部とか東京に戻りたいのに羽田に着のはずやのに、うん、関空に到着してしまいましたとか、うん、羽田の滑走路がもうクローズして、うんうん、でも飛ばへんかって向こうでも10時間ぐらい待たされたりとか、うんうん、もうすごいことにやってたわけで、うちらが乗った飛行機以外全部遅れ1日以上遅れたか不欠航に飛べへんようになったか、うん、他のとこに着陸してしまって、うん、でそっから戻ってこなあかんかったり新幹線で、そんなんがあったのに、うちらが乗った飛行機だけ神様絶対これをまともに着陸させてくださいって言って、遅れることも許さないで、ちゃんと滑走路に到着する、滑走路開け、イエスと言って滑走路開けとかって命じてたら、うん、うちらの飛行機だけ、まあ、他は全部嵐で急行やったのに、うん、うちらの飛行機だけ動き始めて、うん、うちらの飛行機だけちゃんと着陸したわけよ、うんうん、だからこの命じる祈りやねんね、うんうんうん、ね、渋滞も解消されるよね、渋滞も解消される、渋滞は解消されんけど自分が通る道だけは確保される、ね、あれすごいよね、どんななったのかなと思うね、ほんまにそれはなんかね、祈ったら本当にね、あーっていうことやろ、最近ありましたね、せやろ、うん、ほんまにすごいで、なんか周りは雨降ってるのに、うん、うちの洗濯物だけ濡れてなかったとかってこともあったしね、過去にね、神様洗濯物守ってとか言ったら、うちのとこだけ降ってなかったってこともあったし、うん、そうだから、この世をね、埋めよ増えよ、この世を支配せよって神様言ってるから、うん、私たちにその権威を与えてるわけよ、うん、創世記で一章でね、うん、埋めよ増えよ支配せよ支配させようって言ってるわけ、一章の26節で、うん、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、うん、地のすべてのもの、地を這うすべてのもの、この地を全地を支配させようって言って、で支配権を与えてるわけよね、うん、でこれがまあ罪を犯したことによって悪魔に取られてしまったんだけど、でもイエス様の十字架によって私たちはその権利を取り返してもらえて、うんうん、で今これを使う権威があるっていうことが、うん、これがすごいところやね、クリスチャンのね、うんうん、だから皆さん、イエス・キリストの皆で命じるならば全てが可能になる、ね、イエス様がほら悪霊に仕えた子供を親が連れてきて、うん、
ほんで弟子たちが追い出さなかった、私たちにはできなかったんですって、うん、なんでできないんだよ、まあ、あんたたちはってイエス様がね嘆かれるんだけど、うん、したらお父さんがお願いします、この子は本当にもう小さい頃からずっとこの、ね、悪霊に仕えても火の中に飛び込んだり水の中に飛び込んだりして、うん、もうお願いだからできるもんだったらこの子から溢れを出してくださいって言わはんのよね、うんうん、イエス様がもしできるものならできるものならというのかみたいな、うん、信じる者にはどんなことでも可能なのですって、うん、この信じる者にはどんなことでも可能なのですって言わはんのよね、うん、So anything is possible if you believe って言うわけ、うん、だからこのね信じるならば全てが可能になる、うん、だから神様は私たちが神様を信じる信仰を見てらっしゃるわけよ、うん、だからうちらが絶対晴れるって祈ったら晴れるわけ、うん、でも祈ったけど無理なんちゃうって思うこの疑いがあるってことはね、うん、これ全面的に信じてないってことなわけよ、うん、だからそこに改正にならないわけよね、うんうん、だけど全面的に神様を信頼して信じるならば全てのことを神様が、うん、神様は全てのことをできる方なんだよってことを信じること、うん、そしてその神に信頼して願うならばそれは受け取ることができますよって書かれてるわけよね、うんうん、この法則はね本当すごい、でもうちらの中に疑いの心とか、うん、信じきれへん心とかがあるから、うん、受け取れなかったりするわけじゃない。で病の時はそのやっぱり悔い改めをすることによって罪があるんだよね、神様と私たちの間に必ず、さっき井上ちゃんがあこんな風に具体的に言われたら私も確かにこの罪あるこの罪ある、うん、確かに大げさに言ったこと偽りを言ったことを正さなかったごめんなさい神様みたいな罪がいっぱいやっぱりあるのが分かる、うん、ああいう風に具体的に言われたら、うん、小さい罪でもいっぱい犯してしまってる、うん、その罪を悔い改めてなかったらやっぱり罪が残ってくると神様は聞きたくても聞けないって言われるわけよね、うん、だからねこの罪を解決してくださったのがイエス様の十字架だから、うん、私たちの罪を背負って十字架にかかってくださったわけなので、うん、イエス様本当にありがとう、私の罪を許してくださいごめんなさいって、うん、イエス様を十字架にかけてしまったことをね、うん、まず悔い改めるってことなわけよ、うん、私がかけたと思うね、そうみんなじゃない私も含めてみんなじゃなくて自分がかけたっていう思いが来たらね、それやね、うん、それやね、本当ごめんなさい本当ありがとうって気持ちになりますよね、なるよ、うん、だって私のこのお菓子で私が昨日ついてしまった嘘について、うん、私がちゃんとしなかったことに対して、うん、イエス様が十字架鞭打たれた、うん、で十字架にで苦しまれてる、うん、いやイエス様ほんまごめんなさいってやっぱりイエス様に謝りたくなるもん、うん、これが悔い改めやね、うん、だから自分が責められるってことじゃないねんね、悔い改めって、うん、自分がやってしまったことに対してごめんね神様って言うだけやだから、うん、全然プライドも何も、ねうん、傷つかんと思う、だって自分が罪人なんやから、うん、それを認められたらどんだけ楽かって思うよね、うん、この悔い改めができるなら神様喜んで、うん、あなたたちの願いを聞こうって言われてるわけよね、うん、だから神は罪人の願いを聞きになることができませんって、うん、新約聖書にもはっきり言ってるけどね、うん、だから罪を悔い改めるならば祈りが聞かれるってことなんですよ、うんうん、心から信じることと悔い改めること、ね、そう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 、この2つで簡単に祈りが聞かれていくので、うん、ぜひ皆さんやってみてください。イエス・キリストの皆を通してくださいね、そう皆をこのお名前に権威がありますからね、そうイエス・キリストの名によって動けって言ったら動く、うん、状況環境人経済もの動けって言ったら全てが動くんですよね、うんうん、でこのやっぱり祈りが聞かれたことアスカちゃんみたいにねこの証を貯めて貯めてそれで証をしていくっていうことを神様はね、うん、求めておられますよね、うん、たくさんの魂救いたいと思ってるからね、そうですよ、ね、一人でも、うん、そのためには神様が直接伝道されることもあるけど主にはもう私たちのね宣教の愚かさを通じてとかあるけど、うん、口を通じて、うん、だからイトピョンみたいにね本当になんかこうトラクト配ってそんな拒否されるかもしれない、私なんか怖いよなんかねこの人に拒否られて嫌やわと思ってさ、ね、今日は帰ろう、なかなかね、うん、できへんできへん、それをねするのがすごいなと思って、聖書の通りにやってる、うん、そうほんま声かけ、ね、タクシーに乗るのも頭が下がる、うん、どこもからうちまでの距離をタクシーに乗ってきたって言うから、うん、なんでそんな歩いて20分もかからんでみたいな、うん、あれ海沿い歩いてきたらいいのにとか言ったら、その人には渡してない、あ渡さなかった、ね、逆の500メーターぐらいをドコモショップ行くのに人に渡したの、なるほどなるほど、でもあれやろ今日 FM 宜野湾2時からエンジェルとかあり、ま、1時からエンジェルとかありますよって言ったんやろ、いや言いました、運転手さんにも言いました、トラックとちゃんと
東京 の、 須藤さんのトラックと HOJ の、うん、トラックと持ってて東京版筋金入り の、 あの、うん、福岡版を、うん、と持ってて、ね、持って他のトラック と、うん、と2部渡して、ね、でドコモショップでは方には道を探してとメサイアと、トラクトの名前ですね、言ってんのは。それとクリスマスの関係のトラクトとそのトラクトどんだけお金使ったんかねこれ ね、 ね、お金と時間と ね、 すごいよね。しかも自分のプライドとかね全部使ってる。 それを持って行って、うん、ちょうどそんな私クリスチャンです言うたら親戚の方から勧められてるんよ言うて、その人ピンポイントでねビットピョンを使わせたんですね、神様ね、ハレルヤ。あと20秒ですわ。本当、うんうん、はい、ということで、はい、うん、日曜日はぜひ教会に行ってみてください。そして皆さん、はい、聖書を読んでみてください、はい、この聖書は神の御言葉、それイコール神です、うん、神様が分かるのは聖書ですから、ぜひここにも、ね、連絡を得たらコンサイスバイブルを置いてあります。要約版聖書無料でもらえますから、置いてありますから、ぜひ連絡してください。あとサミュエル君の CD もぜひ買ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、みやちゃんオンザビーチ。皆さんありがとうございました。めっちゃいいのでこのサミュエル君の CD をぜひお買い求めくださいませ。できました、CD。ありがとうございます。お疲れ様です。